皆さんこんにちは。世界には人間を食べる動物がいるのをご存知ですか？肉食動物の中には人間に襲いかかり、場合によっては食べてしまうものがいます。とはいえ、通常肉食獣は人間に襲いかかることはありません。挑発したり怒らせたりしなければですが、今回は人間に襲いかかり人々を震撼させた動物たちを紹介します。またその様子と原因についても考えたいと思います。こちらがワニのギュスターブ。アフリカにあるブルンジ共和国に住む銃弾をも跳ね返す体を持つ恐怖のナイルワニです。このワニは地元の伝説的動物となっており、多くのドキュメンタリー映画も撮影されています。ワニのギュスターブは人間を食べることで有名で、わずか数年の間にルジジ川とタンガニーカ湖の岸辺で200人から300人もの人間を死に至らしめたと言われています。またギュスターブは世界で最も大きなナイルワニだと言われ、写真から推定すると体長は約7メートルもあると考えられています。ご存知のように爬虫類は一生を通じて成長し続けます。ギュスターブは60歳程度で、平均的なナイルワニよりも数倍も大きな体を持っています。体の大きさの変化につれ、ワニは獲物とする対象を変えていく必要があります。これほど大きくなると、魚やカモシカでは餌として小さすぎ、また巨体で捕まえるには俊敏すぎます。そこで例えばカバの子供や人間を襲うようになります。ギュスターブが人間を食べ始めたのは、ブルンジ共和国での激しい地元紛争による犠牲者の遺体が川に遺棄されたためだと考えられています。簡単に言うと、ギュスターブは人間の肉の味に慣れてしまい、また体も大きいので、内戦終結後は自ら人間を襲って食べるようになったのです。もちろんこの巨大ワニの体の傷跡と弾痕が示すように、地元の人々はギュスターブの駆除を幾度も試みました。しかしナイルワニは保護の対象であるため、傷つけることは一般的に法律で禁じられています。そのため正式な支援を政府から受けることができず、負の悪循環に陥っています。ワニは巨大化し人間を食べるようになりますが、それを止めることは誰にもできず、ワニは被害者を出しつつさらに大きくなるのです。南フランスで血生臭い事件が相次いで起こりました。犯人はジェボーダンの獣と呼ばれました。ジェボーダンの獣は次々と人間に襲いかかり殺害した巨大な動物だと言われています。1764年6月1日から1767年7月19日までの間に最大250人もの人々が襲われ、そのうち119人が死亡しました。その不気味なモンスターが何であったかを明確に言うことができる人は一人もいません。巨大な狼、大きな山猫の一種、または異常に成長したハイエナ、様々な憶測が飛び交いました。また何千年も前に絶滅した古代動物の一種、例えば洞窟ライオンやサーベルタイガーではないかとも言われました。この謎の獣について襲われた人々は次のように説明しました。体は狼よりもかなり大きく、前足には爪があり、顔は長く犬のような口をしていて、長くて柔軟に動く尻尾の先は筆状になっている。全体的な色は茶色、腹部は黄色、広い胸は灰色の毛で覆われている。鋭く大きな歯、動きには落ち着きがあり、ゆったりとしている。長く跳ねるように走る。多くのハンターがジェボーダンの獣を退治しようとしましたが、間違えて地元の狼が大量に殺されました。しかし1767年、ついに銀の銃弾で獣を仕留めることに成功しました。ジャン・シャステルがこの不気味な怪物を退治してから、人々が襲われることはなくなりました。ですからジェボーダンの人々はその獣が仕留められたということを全く疑いませんでした。しかしそれがどのような動物であり、なぜ人々に襲いかかったのか、この問いに対する明確な答えはありませんでした。ただ数多くの説、推測、仮説、仮定があるのみです。生物学者のカール・ハンストーケは、ジェボーダンの獣は動物園から抜け出したまだたてがみが生えていない若いオスライオンであると主張しました。この説は特に背中に沿って走る暗い縞模様の存在をよく説明しています。ジャン・シャステルの幸運の銃弾は
壮大な犯罪的トリックの一部に過ぎないと考える人も多くいます。この経験で心身深いハンターの息子のアントワーヌ・シャステルは贅沢で手に負えない人物だったからです。モンムシェという山の大きな家に一人で暮らしていた若者は猟犬の繁殖を行い、興味深い経歴を持っていました。アントワーヌ・シャステルは青年時代に家から逃げ出し世界中を旅しました。彼は特にアフリカ大陸に惹かれ何度も訪れました。またそこからハイエナやヒョウなどの肉食動物を連れ帰り訓練して人々に襲いかからせていたと考えられており、1回か2回彼の姿は例の獣と一緒に目撃されています。1898年3月ウガンダ鉄道の一部としてサボ川にかける橋の建設が始まりました。建設はジョン・ヘンリー・パターソンが監督しました。建設期間の3月から12月までの9ヶ月間以上、多くの労働者が2頭の人食いライオンに襲われました。ライオンから身を守るために労働者たちは火を焚き、テントの周囲にトゲのある鶴で編んだフェンスを建てましたが、助けにはなりませんでした。襲撃を恐れ何百人もの労働者がサボを去り、鉄道の建設は中断を余儀なくされました。1898年12月9日パターソンはなんとか1頭のライオンを撃つことに成功しました。12月29日にはもう1頭のライオンも退治しました。この2頭のライオンはオスであるにもかかわらずたてがみがないという特徴がありました。この2頭の鼻先から尻尾の先までの長さは3メートルでした。死傷者についてパターソンは様々な数の報告をしています。1907年には本の中で28人のインド人労働者がライオンに殺されたと書いており、犠牲になったアフリカ人の数は不明です。1925年にフィールド自然史博物館のために書いたパンフレットの中では135人が犠牲になったと書いています。このライオンたちが人間を食べるようになった理由はいくつか考えられます。通常狩りの対象となるアフリカ水牛の数が疫病のため激減し、他の動物を狙う必要が出てきたこと、奴隷を連れた多くのキャラバンが大陸内部からインド洋に移動する際に通ったザボ地域に人間の死体を食べる習慣があったため、インドの労働者が死者の火葬を行い、ライオンがその死骸を漁るようになったため、ライオンが歯か顎に問題を抱えており、そのため通常の獲物を捕まえることができなくなったなどです。胸元に笠掛けと呼ばれる白斑を持つ巨大なこのヒグマは村を頻繁に訪れてはトウモロコシを食べていました。しかし地元の人々はそれを嫌い、このクマの退治を試みましたが負傷させただけにとどまりました。巨大なクマは山に逃げましたが、傷を癒しつつ人々への憎しみを蓄積させました。北海道三毛別六千沢の1915年の寒い冬の出来事です。この笠掛けを持つクマは冬眠から早く目覚め、空腹で食べ物探しの散歩に出かけました。1915年12月笠掛けは静かに漁師の家に入り、その結果彼の子供と妻が犠牲になりました。妻は全力で逃げようとしましたが、クマは彼女を森に引きずり去りました。村全体の人々が駆けつけました。その日のうちに30人がクマ退治のために森に入り、女性の遺体を発見しました。そこに残された足跡はまだ新しかったので、まもなくクマは見つかりました。村人たちはクマに向けて発砲し、傷を負わせたものの撃ち殺すことはできませんでした。笠掛けは再び逃げ出しました。しかしクマはすぐに気づきました。漁師たちがクマを追いかけてきたので、村には守りがいない状態だったのです。クマは山をぐるりと回って村に戻り、2人の子供と身重の女性のいる妙家家を襲いました。漁師たちは村を開けていることに気づき、急いで戻りましたが、妙家家には血だらけの遺体だけが残されていました。村人たちは恐怖に襲われ、多くの警察官が逃げ出してしまいました。わずか数日の間に、クマに7人もの村人が殺されました。やがて、
有名な熊内である山本平吉が人食い熊の話を聞きつけ村に来ました。またいくつかの村の漁師たちが団結し、その数日後についに笠掛けを打ち倒すことに成功しました。熊の体長は3メートル、体重は約400キログラムでした。胃の中には人間の遺体でいっぱいでした。熊内の山本は山で笠掛けを見たとき、一目で50人を襲った人食い熊だと分かったそうです。こうして恐ろしい一連の出来事は終わりました。しかしこの悲劇的な出来事の後、多くの人が村を去り、最終的に集落はゴーストタウンとなりました。基本的に野生の肉食獣にとって狩りは命を懸けた問題です。しかし今回ご紹介したケースの場合では、動物が人間に襲いかかったのは何か別のものに突き動かされたためでしょう。それが何なのかは科学によって解明できるかもしれません。しかしいずれにせよ、こうした事件を聞くと体中に悪寒が走るのを禁じ得ません。もしこのビデオがお気に召したならいいねを押してください。最後までご覧いただきありがとうございます。ではまた次回お会いしましょう。